事業仕分け第2弾の後半が始まりました。今回は営利を目的としない財団法人や社団法人が対象で、70の法人82事業が仕分けられることになります。会場から中継です。普天間問題で鳩山政権が苦しむ中、政権内で唯一気を吐いているのが仕分け人たちです。常勤役員にいわゆる所管省庁からの再就職の方おられますか？常勤幹事として1名おります。年収いくらぐらいでしょうか？1400万ぐらいです。どうしても必要だという理由を具体的に教えていただけますか？官界での経験ですね。識見豊かだということでですね、私どもはお願いをいたしました。しかし改革へのハードルは前回より確実に上がっています。例えば先ほどの財団法人主要事業センターの仕分けでは、余った巨額の積立金の返還を求める結論が出されましたが、相手は民間の団体だけに行政指導で返還させるには世論の強力なバックアップが不可欠です。しかし肝心の内閣支持率が 20% を切ろうという状態では、どこまで改革を推し進められるかは不透明です。いかに世論が納得できる議論を展開して説得力ある結論を導き出せるかが、仕分けの成果を決定する第一歩となりそうです。